たまちゃんには悩み、不安、迷いはありますか？あるように見えますか？あるように見えるのかな、ね、悩み、不安、迷いはありますか？あ、これね、解決する方法が一つだけあるんです。でも、ちょっとおかしいんで聞かない方がいいような気がするんですけど、それでも聞きますか？聞くんでいいんですか？人生取り返しがつかなくなりますけどいいんですか？大丈夫？はい。もう前悩み、不安、迷いが瞬間で消えてなくなる裏技があるんです。それ何か？即決することです。即決、パーンって決めることです。終わり。あのね、私の妻が私と結婚して一番びっくりしたのは、私が人間じゃなかったということじゃないんです、ね、じゃない。妻が一番びっくりしたのは、決断力早すぎ、早すぎって、もうちょっと悩めばいいのにみたいな。なんでなんか対抗をドーンで打つように決めるのみたいな、ね、でもそれは結婚する前から言われてた。私の、最後の職場が、大江戸川学習館っていう博物館みたいな水族館みたいな施設だったんですけど、そこ の管理職をやって、それがラストで、脱藩するんですけど、その当時私副館長という立場でいろいろ決裁する、立場にいたわけです。でもスタッフ職員の方が持ってくるでしょ、こう企画を持ってくるじゃないですか。もうその企画持ってきて読んだ瞬間に、これやろうってね、これじゃあ予算手配するからって。だからそれ聞いてスタッフの方がすごくびっくりされたんですよね。早すぎませんかみたいな、ね、もういいんですかって。いや、いいに決まってるじゃないですか、だってこれ勘のためになるでしょって、これ自分のためにやってることじゃないでしょって、みんなが喜ぶためにやってることでしょって、やらなきゃって、お金はどこからでも引っ張ってきますからみたいなね。私の仕事ってお金引っ張ってくるのが仕事だからね、いくらでも引っ張ってこれるから、そんなのね。なんで、悩まないためにやることは即決すること。なんでたまちゃんがそれができるのかっていうと、私が、非常に優柔不断だから。優柔不断すぎてレストランでメニューも選べないぐらい優柔不断だから、中華料理屋に行けなかったのね。だって美味しそうな料理がいっぱい並んでるのよ。ページめくっても美味しそうな料理があるのよ。全部食べたいじゃん、全部食べたいけど一個に決めないといけない。だからみんながもう注文してるのに一人だけまだメニュー表見てるんですよ。で、まだみたいな、だってどれが食べたいかもう分かんないみたいなね。でもある時から迷わなくなったんです。それなぜかね、一番写真のでかいメニューを頼んだね。このメニューの中で一番デカデカと載ってるのがあるんですよ、それってで決めたね。たとえ自分がね、これはもう今日はそんな気分じゃねえなと思っても、これって決めた。そしてそれ食べて美味しかったら次もそれ、ずっとそれ。そしたら迷わないね。だから玉ひば聞いてる人はみんなわかるね。なんで玉ちゃんは中華料理は全部油淋鶏なんかなみたいな。油淋鶏定食ばっかり食べてるわこの人って、たまには違うの食べりゃいいのにって、そういう理由ですね。迷う時間がもったいない、うん、だって人生って限られた時間なのに、迷いと探し物で半分ぐらい使うんです、時間もったいなくないですか、ね、その時間を有効に使うから、皆さん一般ピーポーではできないことができるだけの話よ、うん、一緒だから、能力に違いなんかないから、迷わないだけで、迷わないために何するかって言ったら、もうメニュー決めてかかる。だから私独身の頃は、ラーメンとケンタッキーとカレーしか食べなかったですよね。迷わないから、だってラーメン屋さんに行ってラーメンしかないじゃないですか、カレー屋さんに行ってカレーしかないじゃないですか、ね、ケンタッキーフライドチキンに行ってケンタッキーフライドチキンしかないじゃないですか、それそればっかり、ね、もう健康にいいとか悪いとかそんな関係ない、ね、それ迷わなくて済むから、そんなことやってました、ね、不安や迷いや悩みは、時間とともに増えるっていうことを忘れないでください。立つためには即決、世の中うまくいってる人即決、ほぼ即決、びっくりするぐらい即決、ね、すぐ田舎に住むぞみたいなね、そんな感じ。はい、なんで目を見て話せるかって名前書いてるからね。あれほど名前書くなってのに、書いてるやつの目を見て喋ろうと思ったのね。どんな変態やみたいな、はい、
ひばりくんの YouTube はもう始まってますか？このぶっこんでくるの大体わかります、誰かはわかりますよ、はい、お互いに差し合ってる顔を笑ってるけど、こう水面からピュッ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 、ね、大体そんな感じだと思います。ひばりくん、 YouTube はもう始まってますか？始まる予定です。やっぱりね、はい、私は3年ごとに睨んでいる、ね、大体言い始めて3年ぐらい経つかなみたいなね、はい、まだまだあの動く気配もないだってまだ今カメラも用意してないから、この間思い出したのにカメラどこだっけとか言ってましたからねそんな程度、うん、人生は全部自分のせいって言い聞かせて、身内がこれわかる、どれだけ人を変えるのか大変かわかるでしょ、ね、これだけ毎回いろんな会場で人生は自分持ちだよ、人生は自分持ちだよって言ってるのに、一番の身近な身内はだって用意してくれないんだもん、ね、人を変えるのはそれぐらい難しいよ、ね、諦めなさい、人を変えるの、変えようとしちゃダメ、ね、自分が柔軟に対応、ね、そっちの方がずっと楽だから、ね、はい、宇宙人はいますか、宇宙人に聞いてくださいよ次回以降のオリンピックでどうなるとお考えですか。あー、面白いこと考えるのこの人ね。次回以降のオリンピックどうなるんやろうね。これ開催しても開催しなくても難しいよねこれね。だってもうなんかいろんなことが分かっちゃったもんねこれね。オリンピックってスポーツの祭典じゃなかったんだなっていうのがみんな分かってきちゃったもんね。ね、これもう巨大な利権だったんだみたいなね。あーですよね。ロサンゼルスオリンピック1984年だったかな、あそこら辺から変わってるのね、うん、完全にスポーツじゃなく利権に、シフトしていったのがちょうどロスオリンピックぐらいだって言われてます、はい、こんなのも調べたらすごい分かること、宇宙人もインターネットに聞きなさい、宇宙人いますかみたいな、なんだったらシリに聞きなさい、宇宙人いますかみたいな、ね、あなたですみたいなこと言われるから、群馬にいますみたいなこと言われるからね、気をつけていただきたい。下屋に出会ってたまちゃんが変化していった段階を教えてくださいこれ CD 聞けば分かることじゃないですかねこれもう事細かになんかたまちゃん の、 あのたまたま理論で喋ったような内容のような気がするんですけど、まあ、本当におかげさまでね、まあ、当の下屋を目の前にして言うのもなんですけど、たまちゃんのあのたまたま理論本当に好評でねって言っていただいてね、いや本当にありがたいね、下屋が引き出してくださったおかげでね、たまちゃんも世に出ることになるんですけど、憧れの人っているでしょ、憧れの人っていますよね。でその憧れの人ってどんな人かっていうと、雲の上の人ではない、あのね、雲の上の人に憧れない、遠すぎてね、もう自分で慣れないって分かってるから。じゃあ強烈に憧れる人ってどんな人かっていうと、手を伸ばせば遠く距離にいる人です。だから必ずなれる、必ずなれるってお師匠さんが言ってたから俺のお師匠さんが言って必ずなれるよタマちゃんって言ったから、でその当時嘘って思ったからね、そんなわけない、全然才能や能力が違うからみたいなことを思ってたんですけど、今あ本当だったんだって思いますよね。でも私が同じ話するでしょ、うん、過去の私と同じ人が目の前に来るのね、そらたまちゃんやからや、俺は無理みたいなね言っとけやみたいなね、どうせまたなっちゃうよあなたみたいなね、そんな感じで今見てます、はい、不思議、憧れる人って同じものを持ってるから、だから憧れる、自分の中に種がある、種があるから憧れる、ね、じゃあその種が芽生えたらそういう人になれるっていうことなんです。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。